仕事よ。ナイトシティ最後の清く正しい警官、名前はアナ・ハミル。彼女は手を出してはいけない事件の捜査に乗り出し、その結果多くの敵を作った。あなたの仕事は彼女に捜査を諦めてもらうこと。言いたいことは分かってる。でも B がやらなきゃ他の誰かがやるだけよ。うまくやれば誰も傷つかずに済むかも。とにかくまずは詳細を見て。次の配達。まったくひどいエビね。仕方ないだろう。ここは歌舞伎だ。ノースオークとは違う。ノーマットの分際で歌舞伎の何がわかるっていうの。おい勘弁しろよ。気になるなら消臭剤でも入れとけいいだ。 15% 引きじゃなきゃ買わないよ。それでノーマットを泥棒呼ばわりとはな。ったく、わかったよ。このエビは新鮮か。そりゃ届いたばかりだから。ナイトシティ1の養殖場から直送だよ。おいおい、養殖場？まさかパシフィカでの取れたてなわけないでしょ。天然物は天でダメ、病気になるよ。この女性を見たことは？うちは飲食店だから人探しなら別を当たって。もういい？それはあんたの服、それとも借り物か？そういうオタクはバッカーの一員だ。そうか、ナイトシティで二人のノーマットが相まみえるとはな。なんか探し物か？この人を探してるんだが知らないか？警官だろ、知ってるよ。彼女なら近くのモーテルに泊まってる。ほら、あそこだ。ありがとう、助かるよ。お安いご用さ。なあ、100ユーロドル札を崩してくれないか。私が銀行に見える？頼むよ。
こを動くな。誰の依頼だ。な、止まれ。そこを動くな。アナ、悪いことは言わない。この件から手を引け。それは脅し？銃口を向けられてるのはそっちなのよ。落ち着け。助けに来たんだ。助け？発生インプラントがイカれてるんじゃないの？脅しに来たんでしょ。捜査から手を引いてくれ。あんたは厄介な相手を怒らせた。誰のこと？知ってることを話しな。 NCPD のお仲間があんたをはめたんだ。クソ、やっぱりそうだったのね。ロバート・コバルスキーとビル・アダムス、あいつら。悪いことは言わない。手を引け。そうね、あいつらにまんまと殺されるなんてごめん。こんな仕事もこんな街ももううんざりよ。アナ、これからどうするんだ。何よ、いきなり宙巻き取り。あんたには関係ないでしょ。お望み通り事件からは手を引く。傭兵の世話にはならないわ。はい、どうかしましたか。思ってたより口が達者なのね、ビー。うまくいってよかった。今回はこれで終了よ。